ダラット・ダーラットあるいはダラットは、ベトナム中南部の都市で、ラムドーン省の省と、地名アイル・ドンは、コホゴ・ダーラックに由来、中部高原に位置する観光都市で、フランス植民地時代に秘書地として開発。ベトナム共和国時代にも、大統領をはじめ政権幹部や富裕層、外国人などが別荘を構えていた。標高1475メートルの町は、 人造湖であるスワンフーンこそいに開けており、暑い時期でも湿度は低く快適な気候条件となっている。2009年の人口は約20万人。冷涼な気候を利用した野菜生産も盛んである。現在はベトナム人カップルの新婚旅行先として人気がある。市内ではよく二人乗り自転車のタンデムに乗ったカップルを見かける。一家の12房4社から構成される。 熱帯地域のベトナム南部に位置するならットではあるが、年間を通じて非常に涼しい都市である。一番暑い4月でも最高気温摂氏25度前後であり、朝晩となると上着が必要なほどに冷え込む。雨季は他の地域と同じく雨が降り、4月から11月の初めぐらいまで続く。ベトナム新経済区一開拓へ500万人。 朝日新聞1977年4月21日、13番、斜面、ダラット駅、チャイマット駅、KH、ハウ。シティオブ・ダーラット。2013年3月2日、時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月26日閲覧。ありがとうございます。